皆さんこんばんは。こんばんは。七尾市でございます。七尾市です。よろしくお願いします。ね、ありがとうございます。ね、頑張りましたね。今日も、お疲れ様です。何ですか。いや天気がさ、はいはい。あ、こう今日は広いですよ。雨降ってるじゃないですか。これはものすごい。だって一日ずっと降ってるって言うからね。そうでしょう。うん、休まることなく。今日電車。え？電車で来た。あ、今日は違う。ちょっと。あ、いやちょっとタクったな。はい。タクったな。駅まで歩かず、パクったな。いや、すいません。なんで絞られなきゃいけねえんだよ。でもね、運転してた、運転手さんがね、60代ぐらいの方ですよ。はいはい、まあ、家の近くから乗って、うん、まあ、でもその、まあ、金賞のところまで行くわけだ、はいはいはい。で、なんかね、あれって言いながら、運転手さん、あれってなんだと、うん。なんかちょっと怖いじゃないかと思ったら、うん、そのバーの近くに着いたら、うん、あーって言って、うん、知っとると、このバーのことガーリックマネーかも。そうで、あ、そこのところに行くんですかって言って、うんうん、そこで俺だって分かったみたいで、だからマッシュよね、してたから俺も、うん、だからはーってなって、タイガーマスク誰がサイマスクね、あ、ここな、俺なんタクシーだから4次元走行なのこれは2次元、3次元と4次元。マスクね。いや、普通のマスクしてたから。タイガーマスクじゃないですよ。違うんですね。ブラックタイガーだったんですよ。ブラックタイガーやったんかい。しかもエビですよ、エビ。レンガ版のエビ、ブラックタイガーってエビあるじゃないですか。いや、プラスそっちか。そのマスクですよ。エビフライの。エビフライのマスク。いや、でも本当に、お店のことを知っていただけてるのと、で外観見たことあるんだって、ほらよく出てるじゃん、ガーリックマネーかも、外から見たらこんなんですよみたいので、あ、ここだったんですねっていうのと、あ、七不思議さんだったんですねっていうこと、嬉しいですね、まあ、嬉しいですね。だから今日元気いっぱいでしょ僕は。あら、いいじゃないだ。やっぱね、声かけてもらうことも増えたんですけど、うん、はいはい、この前もね、うん、すいません長くなってしまって、家族でね、うん、ちょっと旅行行って、うん、で、まあ、あるね、遊園地みたいなとこ行きました、はいはいはい、エレベーターのエレベーターに先に乗ってたね、ご夫婦がいらっしゃって、で娘ちゃんとワンちゃんがいて、だからね、そのお父さんの方があれ、あ、やっぱ最初それから入るんだ、あれって。で俺ね、ニット帽にグラサンだったんですよ。怖いですよね。怖くない。ね、だ俺よう気づいたなと思って。いや、分かんないんだよね。普通ね。で、もう俺マスクもしてたから。はいはいはい。タイガーマスク。タイガーマスクよ、お前。そんなわけねえだろ、お前。ニット帽にマスクでタイガーマスク意味ねえじゃねえか、そのグラサンのところがこうタイガーのあれによって、それは。だからよう分かりましたね、つって。はいはい、いや、声で分かったんですよ。だって、昨日僕生配信見てましたもん、って。渡ちゃんが来た時の。生配信をずっともう最後まで見て今来たんですよ、ここに家族でみたいな。その方からしたら何、まだ続いてるのかと私の中の生配信続いてるじゃないかと。嬉しかったんですが、いやでもね、こっちも嬉しいですね。嬉しい嬉しい、本当に。これはね、声かけてください。はい、これからもよろしくお願いします。終わりますか。終わりましょう。終われるかタイガーマスクでちょこちょこいってるだけだ。今回なんですけども、はいはい、ちょっとまたくくっちゃいましてですね、ジャンルを今回なんですが、事故物件でおまとめしました、うん。あ、これは興味深いまとめ方しましたね。じゃあいきますね、はい。まずはプープープーさんからいただきました、はい、プロレスニュースプラスワン。懐かしいな、福澤明さんがね、若林恩知らず賢治とかね、若林マンモス賢治って若林さんが言ってましたけどね。あ、狭いですね、これね。そうですね、ありましたよね、ありました、はいはい。この話なんですけども、うん、ちょっと僕のですね、マンションでの体験談に似てるらしくてですね、ほう、今から約30年前、建物は11階建てで、うん、はいはい、こうね、塀というか、こう、く、はい、みたいな、あ、なるほど、くの字型の建物なんですって、珍しいですね、はいはいはい、こうなってるってことだよね、うん、多分ね、そうですね、うん、はいはい。で、僕のマンションはローだったんですよね、こっちが飲食店で、うんうん、みたいな。なるほど。で、小学校の高学年だったんですけども、うん、その日ね、初めて自転車で習い事に行ったと、はい、で夏でね、暑い中、うん、で帰る時間には母親が心配してですね、こうマンションの上から下を眺めてて、うん、で自分の姿を見かけた、おかえりーっつって、うん、でただいまーってね、はいはい、やり手があると。でその前からですね、白地に赤色の
アロハシャツを着た七三で眼鏡のおじさんが、うん、目の前におったから、うん、こうおかえりって言われてるこの光景見られるのは恥ずかしいなと思って、ね、あ、分かるよ、その年頃はね、ね、分かる、ね、ちょっと恥ずかしい恥ずかしいっつって、おっちゃん見てるからって、そのおっちゃんの方見たらおっちゃんいなかったと、あら、あれっつって、うん、で、おかしいなと思いつつ、うん、エレベーターに乗ってお家に帰りました、うん、で、お母さんがですね、あのいたんで、まあまあちょっと人がいるときはちょっと大きい声出さないでよっつって、ね、もうそういうのすごいわかるわね、わかる、それ恥ずかしいからさっつったら、ね、うん、いやいや何言ってんのよっつって、誰もいなかったんだけど、おいおいおい、いや目の前にアロハのおっちゃんいたでしょっつって、いたでしょ、いやいやいなかったよっつって、あら、いやいや白地にね赤のなんかこうアロハっぽいの着てて七三で眼鏡かけたおっちゃんだよって、うん、そしたらお母さん少し黙った後に、そのおっちゃん多分今日飛び降り自殺した人だと思う、何このトピックで、詳しく聞いてみると、ほう、アロハじゃないんですよ、え、白のカッターシャツ、はい、アロハに見えたのは血ですよ、うわ、で、その方7階から飛び降りたみたいで、で、見失ったあたりには血の跡、血痕があったんです、はい、その建物は今もあって、私が把握しているだけでも飛び降り自殺が何度もありました、幼い頃から変なことを言う子だったらしく、母親にも霊感のようなものがあったため、うん、お家以外では何も言うなと言われておりました、うん、ちょっとノブさんと似ていてびっくりしましたので初投稿ですということで、なるほど、確かに似てますね。でもこの今のことに関しては、はい、お母様は見えてなかったんだ、見えてないね、体験者の方だけっていうのが近くにいたのが分かって、はい、うん、でそれがその日、その日亡くなった人、うん、今朝ってお母さん言ってたよね、うん、で僕の場合はこれ話した時に怖くなくなるんでカットしてるんですけど、はいはい、最初にドーンって物音がした時に、うん、親父にね見てこいって言われて見に行ったんですよ、はいはい、で俺戻ってきて本当はね、いやもう人死んでたわって言うたら、うん、親父が知ってるって言ったんですよ、うん、ってことは親父一回見に行って飛び降りやっていうのを確認してんのに俺に見に行かせてるし、なんで見に行かせたのなんで見に行かせた2回行っちゃったわ俺見に行かせるなよこれ言うとまあね、これ言うと怖くなくなるんで、はいはい、そうそうね、その茶番がね、はいはい普通見に行かせないのが、ね、行かせないんですよ、親のやるよう変わってるようなやっぱな、うん、いやでもすごいね、いやすごいですね、はい、続きまして、はい、マックリフラペチオさんから、ありがとうございます、この話は地域名、話に出てくる橋の名前等でホテル名が特定されてしまう可能性があるので、言わないでのやつだ、まあ、2人にはですね分かるように〇〇〇の後に、括弧でお伝えしております、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。この話は元風俗関係の友達のケイちゃんから聞いた話です。これはフラペチオ行っとるな、行っとるね、うん、やっぱり行った先の風俗のね、まあ、お姉ちゃんから聞いてますよね、連絡先は交換を確実にしてるでしょうね、聞いてますね、ちょっとフラペチオそのあたりの話を詳しくそこはいいでしょ別に自己物件関係なくなっちゃうからねはいはい、こう友達のケイちゃんは福島県の丸々市で夜の仕事をしていました、はい、で、ケイちゃんその日ですね、うん、お客さんから指名を受けてホテルへね送迎されて行ったんですね、うん、でホテル丸々というホテルに到着しまして、うん、まあそのねお客さんがいる部屋のドアのノックをコンコンってした瞬間にズバッと鳥肌が立って、気持ち悪くなってきた、やばいって感じたのかな、入ってきていいよってねお客さんが言うから失礼しますって入るじゃない、はい、ね、そしたら電気真っ暗なんですって、うん、で電気真っ暗でですね、うん、入り口の横からシャーってシャワーの音聞こえた、ああお客さんシャワー浴びてるんだと、はあ、で、うんうん、入り口でちょっと待ってたんです、うん、でもその待ってる間もずっと鳥肌が立つんですよ ね、 だ ね、 なんかね、で鳥肌が立ってて、そしたら真っ暗な部屋の奥からですね、ダメだ、どうしたの、聞こえると、うん、何と思いながら部屋の奥見てみたら、暗い部屋の奥にですね、うん、黒い人影がですね徐々に徐々にぶわーっと見えてきて、うわ、でしかも正座してるんですって、正座しながら後ろ手にこうして上半身を前後に揺らしながら、うもうプレイが始まってるじゃないですか、プレイ中じゃないのよ黒い影でね、黒い影がうう
って言ってるんですよ。これめちゃくちゃ怖いでしょ、だってで、はい、泣いとるなと、あ、これ見ちゃいけないものを見てしまったなと、はい、けいちゃん思いながら、うん、今にでもこうドアを開けてこの辺は出ていきたいんですけどもね、お客さんシャワー浴びてるからさ、いやね、うんうん、でこれで帰ったら店クレーム言われるじゃない。なるほど。だからね、こう待ってたのよ。うわ、プロだね。でお客さんが風呂か、風呂から出てきてね、うん、部屋の電気パチってつけて、つけた瞬間にその人が消えてたと。でこの話同僚に話したところ、うん、とある歴史について話をしてくれたんです、はい、昔そのホテル付近には処刑場があり、近くに流れる川には〇〇橋という、橋がかかっていて、はい、橋の隣にはまあ、休める、ね、小屋みたいなところがありまして、うん、で刑場に引かれる罪人は井戸の水で家族等と、まあ、水の、ね、杯を交わして別れを惜しんだところから通称〇〇橋と呼ばれるようになったと。だからあの付近は良くない場所、居道にあるホテルなんだよと、教えてくれました。今では近くに、住宅もたくさんあるので一概には言えないですけども、うん、感じる人には感じる場所なんだと。そうなんだ。実際に風俗情報で女の子を検索すると、うん、丸々そのホテルのね、うん、名前がですね書かれてあって、あ、そこは NG ですっていう子が何人かいるんですって。すごで、きっとケイちゃんと同じような経験した人なんじゃないでしょうかと。怖いですね。じゃあそっか、じゃあそこで苦しんでた方っていうのは今から首を落とされるであろう、うん、うーって泣いたんだよね。そうだったのか、後ろでにっていうことなんだよね。縛られてね、うん、でその、うん、直前のところで、うん、なんか松子の水みたいな家族で交わして、そういや、そうなんだ。だからそのうーって言うてる隣でね、プレイされるわけやからこれも一種のプレイですよ。いやいやいや、どっちが快感を覚える？いや、こっちではないよな、絶対こっちだよな。例に見られて嬉しいとかないでしょ。ないです、それは。ないです。気持ちが悪いんだから、これは。そうですから、でもその苦しんでる人もかわいそうだし、はい、この体験者の人 も、はい、もね、変な話ですよ、ええ、部屋に2人いた可能性があるとも思っちゃうじゃん。あ、そうそうそう、ね、そういうのってダメでしょ。ダメです。そうだから、よく待ったな、はい、まあ、でも霊感あるって自分で分かってるから、分かってるからね。すげえ話だった。続きまして、はい、飯田さんからいただきました。 ありがとうございます。シンプル、はい、これは私が23歳の頃です、はい、なるほど。地名はそのまま書きますが、差し支えあるので、ありましたら伏せていただいてということなんですね。わかりました。なるほど、頑張ります、はい、当時私はアパレルの販売員、転勤族でした、うん、ちょうど埼玉に住んでたんですけども、うん、その年の秋にですね、神奈川県の方にですね、でけえショッピングモールがオープンということで、会社より転勤を命じられるんですね。なるほど。でその際にですね、会社から交通の利便性を考えて、うん、まあ、近くに物件借りたらと言われたので、うん、これもう駅は言っちゃっていいかな、東京町田。あ、なるほど。町田で、はい、ね、物件探してたんですけど、うんうん、なかなか好みの物件に出会えずに、うん、まあ、某有名物件サイトにて、こう素敵なデザイナーズマンションをね、はいはいはい、その後発見できましたと。なるほど。間取りも良く、家賃もいい。あ、これいいや、ね、で安くないんです、別にね、はいはい、で気に入ったから内見しましょうみたいになってね、うん、はいはい、で、幽霊とかは怖いから、もう事前情報として大島テレビ調べて ね、 やっぱりね、で直接住所をこうネットで打ち込んで、はい、事件とかないと、大丈夫だと、うん、OK と、うん、不動産屋にね内見行きましたと、はい、で今現在302号室と202号室が空いております。家賃は一緒、3階が最上階、だから最上階の方がいいじゃない。あ、まあ、そうだね。ね、だから302希望しました、はい、そして物件に、着いたらですね、嫌な予感がするんですね、うん、実は大島テルで調べて何もないと知ってからも、心の片隅ではなんかこの物件嫌だなというね、感覚があったんですよ。そうなんだ。でも気のせい、だっていい物件だもん、見たいもん。わかるよ、住みたいよね。デザイナーズやもん。そうね、行きたいよ、ね、これもう住みたいバイアスがかかってるから、ね、行っちゃいますよ、これは。で不動産屋が、あ、こちらですねって鍵をねやるんですけど、開かないんですよ。あれっつって、うん、何回やっても開かないんですよ、はあ、で管理会社に電話して鍵番号確認してもらったのに、開かないんですよ、うん、で10分ぐらいはやったんじゃないでしょうか、全然鍵が開かないので、さすがに不安になってきてね、うん、じゃあ拉致が開かないと、こう不動産屋の方から202号室の内見、まあまあ、大抵作り一緒やから、まあまあ、行きましょうと、はいはい、
で、20に、降りて鍵をね差してみるとすんなりドアが開くんです。開くんだ。 それもつかの間、先に不動産屋がこうドアを開けて中に一歩踏み入れて、うん、でドアを開けた瞬間ものすごい風ブワッと、うん、来たんです。風が、風がブワですよ。そんなだって窓とかちゃんと閉めてるわけでしょ、風ブワはね怖いんですよ。ドア開けた瞬間に風ブワ結構経験してる方ですもんね。経験しております、ね、はい。で同時にその風を浴びた瞬間にドキ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 してくるんですよ心臓、はいはいはい、苦しい苦しいってなってもう立たれへんようになってしゃがみ込んじゃった、うん、で不動産屋さんもですね一歩足を踏み込んで風が吹いたからすぐにドアバタンって閉めてやめましょうって言ったんですね。面白いねちょっとね、やりましょう、面白い面白い、戻りましょう。で戻った緊張度感はえぐいわ。で、うん、普通じゃないじゃない、はい、そんな状況 ね、はいはいはい、で車に戻って、うん、で車に戻ったこう不動産屋さんからですね、うん、あすま僕頑張りますんでもっといい物件見つけましょうねって言ってきたんです。いやいや 3回も開かなかっただけだし、とはちょっと思いますよ。ここは何か曰くがあるのか聞きましたが、うん、それは不動産屋さんもわからないと。でもともと扱ってた物件じゃなかったんですって。でも今まで引っ越しを重ねてきて不動産屋さんの対応含めて後にも先にもこんな経験初めてでした。あ、なるほど、奇妙な物件を裏付けるような不動産屋さんの対応もものすごく怖かったんです、はい、階段をよく聞くようになって上下の部屋で霊障があるのを知りました。302、202それぞれ何かあったのでしょうか。そしてあの風は入ってくるななのか何なのか、ちょっとわからない、わからないと。なるほどね。霊感はないんですが、こういった体験したのでということで送っていただきました。面白いお話ですね。体験した方は非常に怖かったでしょうけど、これなんですよ、ね、霊感ない人が体験する雰囲気不思議な話、ね、体験談っていう、これなんです。3階が、まあ、開かないと、開かないと。で開いたけどなんかね、よく神社とかで向かい風があるとね歓迎されてないとか言いますけど、多分この部屋自体からもう来るなみたいなものを感じてる。じゃあ1階はどうなんだろうとかちょっと思ったりしますね。102とか誰かが、うん、多分今住んでるんでしょうけど、うん、何も起きてないのこの縦列はとか思いますわ。これはリアルでしたね。うわー気になる。いいお話です ね、いいお話。めっちゃ怖かったわこれに関して。っていうかみんな怖いですけど。続きまして、はいはい、そうだよ別居中だよ参加いただきました。誰に問いかけられてそう答えたんでしょう ね気になりますよね。兄3人の4人兄弟の末っ子として育った私、はい、今から40年ぐらい前、うん、長男が大学のために京都に行くことになりました、うん、で当日なんですけども私と母に、あのさ俺の部屋の押し入れなんだけどさ夜中になると中からドーンって誰かが叩いてるような音がするんだよって言ってくるんですって、うん、でそれが何回もあったと、うん、いやなんでその京都に行く当日に言うのと思ったんですけども、はい、兄が京都に行ってしまうことの寂しさが変わって、うんうん、大して気にしてなかった、はい、そして長男が使っていた部屋は次男三男が一緒に使うことになったんですが、うん、何日か経過した夜中次男三男がですね慌てて私たちが寝ている部屋に駆け込んできて、どうしたどん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 聞こえるってと。あ、やっぱり下馬評通り、確認したけど誰もいないと、はあ、それから数日後我が家は全焼してしまいました。消防によると原因はわからない、何か押し入れのあのどんどんと関係があったのかなと思います。補足ですが私は物心ついた時からその家で白い物体をしょっちゅう見ていたんです。振り向く先々に必ず白い物体が現れておりました、はあ、家に何か取り付いていたのでしょうかということです。わかんないっすけど、そこに昔住まれていた方ももしかしたらね、そのなんだろう、その押し入れから逃げ出せずに、逃げ出したくてどん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 していたっていう過去がなんかそこにはあって、わかんないですよ、それが火事を引き起こしたかっていうことはもうイコールにはできないことですけれども、ね、どん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 で逃げなさいって教えてくれている音だとしたら、ね、うん、もっと分かりやすい音せえよっていう話になってくるし、ね、でもそうだね、うん、でもいろんな捉え方があるように、確かに分かりやすくせえよとは思いつつももしかしたらそういうシグナルであったのか、うん、どん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 って言うから怖いと、うん、怖いからこの家から出ることによって災害に遭わないとかね、うん、のはあるかもしれないですけど、まあ怖いですね。怖いですね。
じゃあ最後ですね、はいはい、みーさんからいただきました。みーさん、東北に住む、友人 A さんの体験だ、うん、年末、A さんはですね友人の B さんの家に3人で集まって忘年会、うん、お酒を飲んで、いろんなこと話してましたら夜中の2時になりましたと、うん、B さんがですねそういえば神社行ってないよね、お参りでも行くってね、はあ、うん、で言って確かにね最近行ってないな、行っちゃうかみたいな、で歩いて行ける距離にある、近所の神社に行きましたと、はい、街灯の少ない道を3人で歩いてます、うん、神社についてお賽銭、それぞれ、お参りしていると、うん、背後からカランコロンカランカランコロン、完全に鬼太郎来るじゃん、下駄の音がするんです、うん、まあ年末やし、まあまあ、下駄の音がしてる、でもなみたいな、なんかおーみたいな、なんかそれぞれ考えながら振り返ってみるとそこには袖から水が滴り落ちるほどびしょ濡れの女性がいました。3人びっくりして大丈夫ですかって駆け寄っていって、そんなにびしょ濡れでどうしたんですかとね、でもうかわいそうやからジャケットを女性にかけてあげた。すごい優しい。で他の2人があのコンビニでタオルとか買えろ買ってくるっつって、じゃあ 俺もちょっと自販機で飲み物買ってくるっつって、温めるためにね、うん、いやいやいやどこ行くの、ね、2人きりになるやんかって、残されたら怖いわな、暗い神社にびしょ濡れの女性と2人きり、ちょっと怖いんですか、うん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 、寒くないですか、怪我してないですか、こう、ね、女性にいろいろ話しかけるよ、ね、はあ、そしたら女性がですね、道に迷ってしまいまして神社に人影がありましたので来てしまいました、申し訳ないのですが〇〇という場所を調べていただけないでしょうか、そこに私は行きたいのです、 Google で検索するんですよね、はい、そしたら検索結果一つゼロです、お探しのものありません、うん、間違えてないですかと検索出てこないです、うん、そしたら〇〇マンション、こちらどうでしょうか、この近くらしいんです、で Google 検索しました、〇〇マンションヒットしたんです、うん、そのマンション鹿児島県の住所になっていて、東北からは全然違うマンション、でおかしいなと思いながら検索して、うん、そしたらすぐ耳元で鈴が鳴る音がしたんです、うん、チリーン、鈴の音、ね、うんうん、聞こえた方見るんですよ、うん、だからね、あの鈴なんかもちろんないし、ないし人もいないですよ、うん、何と思いながら女性の方に目をやると女性消えてたんです、うわー、そしたらそのタイミングで友達2人戻ってきて、女性どこ行ったのっつってね、買ってきたんだけどっつって、で説明したんですね、で全員酔っ払ってたからね、ね、気のせいじゃないみたいにね落とそうと思ったんですよ話のね、はい、まあ、まあね、落としどころにしようと思ったんだけどね、ジャケット貸してたじゃん、いやそうだ、ジャケットだけがそこにある、うわそうなんだ、びっしょびしょなんですよジャケット、で気持ち悪いって言いながら3人帰ったと、で後日なんですけどその2人ですね、友人 A さんにこんな話してきました。 B はね、お参りしに行ってからさ部屋の中で足音とかノック音とかさ、なんかいろいろ心霊現象起きるんだよ、始まっちゃってるよ、で C はですね、神社に行ってからさ不思議な夢ばっか見るんだよね、夕方と夜のなんか境目ぐらいの薄暗い時間帯なんだけど、自分の部屋の隅っこに知らない小綺麗な女性が立っててさ、ベッドに座る自分の方をじっと見てるんだよ、電気をつければいいと思うのに体が動かなくてさ、自分もずっとその女性を見てるだけ、そんな夢毎日見るんだよ、で A さん、はい、A さんもですね、ビジョノレのその女性が言ってた〇〇マンションが気になってたから、もう一回検索したんですよね、うん、そしたらその〇〇マンションスペース事故物件と出てきたんですね、出てくるんだ、そういうの調べてみました、はい、成人式前の女性が着付けに行く途中何者かに連れ去られて鹿児島のその〇〇マンション内で殺害されたと、うわ、発見された時はその着付けに行こうとしたので下駄を履いていましたと、あなるほど、 A さんは自分が見た女性この人だったんじゃないかと気持ち悪くなったそうですと、面白、以上です、めちゃくちゃ面白いですね今の話、いいお話ですね、はあ、うん、いや最高っすね、最高でした、めちゃくちゃ面白かったです、ね、最高ですか、最高でーすいやこれはすごいな、だから実際その福島とその鹿児島っていうね距離の隔たりがものすごくあるけど、なんでその女性がそうなのよ、そこにいたのかってまず分かんない、分かんない、鹿児島の近くに出るんだったら分かるんですけど、ね、何かそこにいなきゃ、そこの、わー難しいですねこれはね、私は一つ思っちゃいましたね、あれなんでしょう、なんて言うんですか、この方ってなんかすごいこの世に恨みを残してっていう幽霊じゃなさそうな気がしたんですよ、あだから、うん、鹿児島で殺されたじゃないですか、うん、
誰か助けてくれそうな人に乗っかって、鹿児島の人じゃなかったんですよ、乗っかった人が。あ、なるほど。でそのまま東北まで来てしまったんですよ。移動してるというかね。でパッて離れてしまったから、その元々いたそのマンションを探してるんじゃないかな。場所が本当に分かんなくなって、うん、分かんなくなっちゃって迷ってしまってるっていうところなのかもしれないよね。でたまたま地形が似てたとか。ああ、なるほどね、うん、あ、ちょっとだからこの近所、見覚えがある、うん、この近所なんですよみたいなことを言ってたけど。いやでもそれにしてもちょっとやっぱ上がってほしいですね。上がってほしい。悲しいから、うん、でその友達 の人たちにも何かその余波みたいなのが出かけてる感じもあるので、うん、そうね、無事解決というか、ね、してほしいですね。そのマンションに待ってる着付けがね、うん、そういうね、なんとも言えない話ですね、はい、まあまあね、そうだったというところで、はい、以上でございます。今回は事故物件でくくってみました。ありがとうございました。では続いての次の投稿階段、投稿階段です。これ怖いよね。めっちゃ怖いじゃん。いいですね。いいですね。面白いな、やっぱ面白いな。良きですね。マジ不思議プレゼンツ、階段に夢を、その手で掴み取れ。いや、新しい企画思いついちゃったんですよね。怪奇園を復活させようと思ってるんですよ。ただ今回のイベントはもう今までの従来のものではなくて、圧倒的にみんなにスポットライトが当たる企画にしたいんですよね。階段によって人生が180度変わる、なんかこの奇跡に近いこの体験をですね、皆さんにもぜひ味わってほしいなと思ってます。この大会の中で新しくみんなにすごいねって言われる話出てくると思うんで、それにすごく僕は期待しています。投稿階段で人生を変えろ、賞金総額186万円、詳しくは URL から。一番怖かった、マジで。あれやばいよね。やばい。